片岡正宏選手、優勝おめでとうございます <laughs> ということでね、えー、ボートレースメモリアルのね、えー、優勝戦でございましたけれども、昨日ね、 終わってねまだこの辺にもまだ熱がありますからね、えー、今週のボートレースラジオは、えー、このやっぱメモリアルについてねちょっとたっぷり喋っていこうかなということでございますけれども、えー、皆さんお元気でしょうか、えー、今週もねいろいろな愚痴を言いながらみんなで盛り上がろうというねこの番組でございますけれどもね皆さん 周りに結構面白しじいんみたいなね、えー、こうやって言うと、より離れていくのがよくわかるんでございますけれども、<laughs> えー,ねー、まあ、なんですよね、もう、まあ、いきなり順位からいきますけれどもね、結果優勝した片岡選手がね、えー、最終12レース、もう非常に菊池選手は僕は初日から本当出てるなと思っててね。 えでもちろん予選トップ、まして地元でね、予選トップでございますから、もうこれはもう大変なもんでございましてね、その準優の最終ですよ、片岡さんがね、コンマ02のスタートでね、角からわーっていって、これはね、菊池選手も07行ってんですけど、これ、多分ね、放りながらの07なんですね。 だからタイミング的には0ロ号しか変わらないんですが、全速で行ってるやっぱ片岡選手の方がわーっと伸びてってね、えー、おそらくこの辺に出てるんでしょうかね、綺、え、麗、ー、な1マーク旋回で、もう完全に4一1じゃないかと思っていたところをね、もう2マークはもう意地のね、えー、内からも多少気になる手が来てるんですけれども、それを抑え込みながらのこの差しが綺麗に入るというね。 えー、もうあの辺はもう菊池選手のもうやっぱり地元の意地ねでねやっぱり皆さんも思ったと思うんですけどね07の菊池選手のスタートっていのはいつもねおそらくは、まあ、ほぼほぼぜ全速で入る、まあ、どっから全速かは頃合いで菊池選手に聞かないと分かりませんけれどもある程度もう見えたところから07ぐらいだったら、まあ、握り返してぶわっと全速でいくと思うんですよ ね、あれだけスタートの速い方っていうのは、いきなりもう、あの起こしてから握ったまんま、ずっと全速っていうのはね、よほどもう自分で見えてるって時じゃないとないですからね、そんな片岡選手にやられるほどじゃ、普段だとないんですよ、菊池選手は、インコースで。でね、それでやられるってことはですね、僕も優勝戦、実は、ちょっとだけ不安要素が。 ここのレースを見たときにあるなと思ったら、もちろん先に回ってね、えー、回っちゃえばもう必ず菊池晃平選手の地元の優勝だとは思っておりましたが、この準優を見たときにね、もしかしたらと思ってね、えー、私がね、勝った船券はね、えーまあ、ちょっと見せますけれどもね、これ、ちょっと見せたいんですよ、今週は。あの優勝戦だけ 何を買ったかって、もちろん1から買いました、1から買って、軸は山口剛選手、えー、5軸にしたんですよ。と、えー、いうのが、今年とにかく SG の優勝戦、準優勝戦でよく山口選手見るでしょ、やっぱね、乗れてるんですよ、でそれでね、山口選手で行ったんですよ、ひも軸は。でね、穴目で、これなんですよ、私。3五5 6ボックス。というのは、やっぱり崩れるんだったら、菊池選手が崩れるんだったら、着外。 そう思っててもうとんでもない荒れ方すると思って仕掛けるのがもちろん新田さんですからまあもしくは白井さんですからと思ってますからこの356ボックスをね言ってたんですよ皆さん知ってます昨日のフライング3号艇の新田さん01なんですよ分かりますか皆さんこの熱量もしもあの01がタッチで入っていたら間違いなくサブロック5で 決まってたんすフライングテーのことを言うのは何でございますけれども、これ、ね、サブログでもね、めちゃめちゃついてたんすよ、みなさん。わかるやつだなたくしの気持ちが。ねえ、ですからね、まあ、優勝戦は皆さんもね、もう画像で頭に残ってると思いますがね。 勇み、あのー、足、新田選手と白井英二選手がフライングという残念なのが、やっぱりこれで1年間 SG であの2人が見られないというのがね、悲しい次第でね、えー、私もね、まあ、どこで勝っていたかというと、ですねもう昨日はめちゃめちゃ大事な池袋演芸場という寄席の独演会が夜あったんですよ。 もう4時40分発送っていうのはねもう楽屋入りする寸前よ。ね学園入っても今度は戦いに備えなきゃいけないところをね池袋園芸場地下なんですよ地下入ると電波が弱いですからね上でもってお客さんが並んでる真横で「チキシャー!」っていう声でお客さんが私の並んでくれてるお客さんが「一ぞ今日は出来悪いぞ」みたいなねそういう空気感になって楽屋入ったのよほんと。本当 がっかりしましたけれどもやっぱりね準優で攻めた片岡選手101期です、えー、篠崎弟のねとし、えー、さん、えー、その方と、えー、一緒に SG タイトルホルダーの仲間入りということでね、えー、森谷美穂選手なんかが同期ですからね SG101、ねえー、機でなんか盛り上げてほしいなと思うような、えー、昨日のまた涙の、ね、インタビューが良くてねもう本当にもらい泣きするぐらいもう真面目そうなねこの間 SG 優勝した椎名選手とね同じぐらいなんかいい子でね,なんかねレーサーっていうよりレーサーっていうようなね <laughs> そういうようなもう,もう、ね、こっちが親近感湧くようなそういうねいい選手はどんどん報われて強くなってほしいと。 思いますけれども、えー、先週はですね宮島の配信なんか言ってたんですよ、えーあのー、10レースまでプラス11万、えー、そうするとね、ここだけの話ですけどね、配信ってスタッフさんがね、まさか11、12で守りに入んねえだろうなみたいな感じになるのよ。ね、そこでぶっ込んだのがね、最終、最終の12レースよ、うん、これね、11万入れたんですよ、久々、なかなかのね、 いいするぐらいの値段入れましたよでまたね見えてたのよ何が見えてたかってねほんとね惜しかったの何がというとねこの3号線の高橋達也選手がめちゃめちゃ前半出てたいいレースしててねでまあその地元の記者さんとかのコメントでもねまくるまでは山田選手をまくるまではできないだろうと思ったんですけど私はね これ、もしかしたら、つけまい一があると思う。それぐらいいい足してましたから、3から行ったんですよ。でもちろん、1、3と、1、3から5、6っていうのは2点変えました。えー、それでもって、3から行って、3、1から5、6。で、3のつけまい券。えー、うちを進めての3からのしごろしごろ。この6点。これをね、買ってたんですよ。5000ずつも。ね結果、今、この辺出てるでしょ。3、5、6。 1>, 1って31五持ってんのよ、1万円。あ、2万だ、2万持ってた、31五2万。ねそれでもって、3号からだと、4、6でね、1と2勝ってないで1号って、それはまだ選手だからね、勝っとけよかったなと思いましたけれども、10レースまでプラ11万でね、終わってマイナー2万ってなかなかでしょう。ねそれでもって今週の G1 ですけどね、えー、私が1万24条で好きな、 ボートレース、気流の、えー、赤木雷神杯ということでございましてね。えー、ピックアップレーサーね、えー、言っときましょうか。前回はね、田口節子選手に頑張ってほしいとか言ったらね、えー、見事予選順位が47位という、何の参考にもならない、<laughs> えー、このピックアップですけれどもね、これはもうも、も問、答無用です。二人だけ。 えー、今回もいい走りしてましたね、椎名豊選手。ね、やっぱり一本 SG 取っての外戦での G1 ですからね、えー、椎名豊選手。もう一人は、えー、登録番号だと一番下、えー、宮野原選手ということで、東京の選手ですね。えー、この二人が、まあ、正直気持ちとして頑張ってほしいと。 あとはね、えー、江口昭生選手、もう逆に言うと登録番号で一番先輩、い、ね、まだにやっぱ桐生といえば江口だろうというね、えー、この辺の3人ぐらいが、うん、頑張ってほしいなという願いでね、えー、ちょっと新内拾う前でね、忙しくていけないかもしれないんですが、あんまりにもね、ストレスがたまったら。 ナイターですからね、夜最後だけちょろっとやりに、ね、車飛ばすとね、1時間ちょっとでね、うちから着くんですよ。うちは関越のインターの近くですからね、えー、もしかしたら覗くかもしれません。で、もしも私を見た場合には、声をかけていただけると、えー、ハグをするというね、そういうのがありますんでね。どうぞよろしくお願いします。ということで、おしまいは、コメントです。ありがとうございます。謎かけがね、なんか随分盛り上がってますよ。 えー、いろんな謎かけがありますけれどもね、合淳さん、いつもありがとうございます、えー、ターンマークとかけまして、6人の共犯者と解きます、その心はぐる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 、これ、一蔵さんの心を的中したのでは、今回の謎かけ6、6時間考えましたって、あのね、あの、いいっすか <laughs> <laughs> あの、僕は前回も会社さん、言い,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 いましたよね、あの違うんですよ、だからあの、ぐる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 って、もう分かりづらいしね。 これで6時間考えたとしたら今度ね私が1時間の説教しますよ本当に川井 <laughs> さん動音異でちょっとうまいのがあったんでご紹介いたします川井さんも参考にしてくださいえー、一蔵さん謎かけ答え達、えー、さんですねターンマークとかけまして夏に使うかやと解きますその心は外すと簡単に刺されるこれはうまい ね、ターンを外すってこれね本当の謎かけってこれなんです実はね2つかかってんのが本当の謎かけなんですえ蚊、ー、帳を外すのとターンマークを外れていくそれからあ蚊に刺されんのとあ船に刺されるとこの2つがかりっていうのはね これ大したもんです。板野さんもそうです。非常にうまい。ターンマークとかけまして、高,高級な牛肉ととくその心は、サシが入ると美味しくなりますと。これも2つかかってる。つまり、サシが入る、あの、ステーキのサシと、このサシ抜け。えー、それで、美味しいのと銭が儲かって美味しい。って、これはこれ、これはね、もう、悩みましたけど、これはもう、2人とも非常に上手で、2人対象です。おめでとうございます。でえー、どっかで私に会ったらね、ええー。 戦略だとかかかねプレゼントしたいだから言ってください、戦略だってね、春風で一蔵って書いてあるね、シールがあってね、うんこれはもう本当にお上手です。えー、2つ書えるで言うとねうん、スポーツ新聞とかけて、お坊さんと解きますっていうと、う今朝来て、今日読むみたいなね、これがうまい、今朝け来て、今日読む、今日おきを読むって、これはね、そういうふうに作っていただけると、またね、河合さんは10時間ぐらい悩むんじゃないかな、ね、か。<laughs> <laughs> えー、他のコメントも読んでいきたいと思います、えー、関椎名優勝はあるぞあーさんねいい感じだったほんとね。 えー、だからリズムに乗ってるってそういうことだと思うんですけどね、えー、ボンさん「米、え、助、ー、チャンネル」って言って分かる人どんだけいるんじゃっていないでしょうね細んでね言わなきゃよかったと思いました <laughs> 13のうど,んうどん屋さん一度師匠に師匠と呼びかけるのは現時点では F がつくのですかってうまいですね私は9月の10日が真打披露パーティーでございますからその日を境に真打となるんでね、えー、興行は21日からでございますけれども真打、えー、と今呼んだのまだねえー F がつきますすよよ日休みですよだからね「一蔵目」と呼んでいただければいいなというような <laughs>、えー、そんなこんなで、ね、今週もお送りしてまい、えー、りました「ボートレースラジオ」でございますがコメントねどんどん残してくださいそして謎かけにトライしてください、えー、来週の謎かけのテーマでございますけれども「一号艇」といきましょう。一号艇 いろんな使い方があります。一号艇。阿波克也選手の一号艇とかけましてとかでもいいんですよ。ね。だからいろんなパターンの一号艇の謎かきを考えてみてください。それでは本日もご視聴最後までありがとうございました。